ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうレベルの違いがもう私から見てもいや素晴らしい。がたくさんいるだけです。はい、ありがとうございます。先輩厳しいですね。あのカラーガード実はですね、はい、あの私も幼い時にやっていたことがありまして、はい、あれ結構重たいですよね。重たいんです。そして外風があると結構大変なんです。そうですね、はい、本当はですね、はい、あの今日はあまり風がない方ではありましたが、ね、私のコメントのプレッシャーに大変そうです、負けたようでございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部の皆さんでした。さあ続いてはバトンチームになります。福岡ファイヤーバードジュニアチームの皆さんです。で皆さんは幼児から中学生のメンバーで構成されていて、住吉、高宮、太宰府でレッスンを行っているそうです。はい、本日は初めてこのフェスティバルの舞台に参加するメンバーもいらっしゃるということで、大変ドキドキしますよね。そうですね、緊張していると思います。今日はたくさんの人に見て見守られながら演技をしていただきます。はい、さあそれでは、はい、ピタッと皆さん素晴らしいポジションですね。あの、はい、等間隔に並んでいただいてますので、はいはい、大変練習をたくさんされるチームですから、あ、期待して良いと思います。はい、なるほど。それでは参りましょうか。はい、福岡ファイヤーバードジュニアチームです。どうぞ。さあ福岡ファイヤーバードジュニアチームの皆さんに演技していただきました。はい、さあ先生続いてのチームなんですましたでしょうか。はい、専修大学玉名高校ベンチャーズの皆さんです。どうぞ。
私たちはベンチャーズというチーム名で活動しています。本日はドンタク花のマーチェンフェスティバルで演奏を演じていきますことを部員一同大変楽しみにやってまいりました。短い時間ではありますが、最後までごゆっくりお楽しみください。よろしくお願いします。